皆さんこんにちは。日本人塩田文化財団のムンボンジュです。今回は皆さんと一緒にコリント人への手紙第1について学びたいと思います。コリント人への手紙第1は、当時コリント教会が直面しているさまざまな問題に関してパウロの判断を求める要求や信徒たちによって提起された問題に対する答弁の形で第3次伝道旅行期間中エペソで記録されたものです。従いまして、第1コリントのテーマはコリント教会の問題点とその解決策です。実はこの問題点は今日の教会でも同じように直面する問題です。まず1章から6章まではパウロ派、アポロ派、ケオハ派という名前で集まった党派に対し、それは教会ではなく世の中に通る知恵と愚かさであることを指摘しながら、世の中の知恵に反論する内容です。その中で5章と6章の一部に道徳的な堕落の問題を厳しく指摘しながら悔い改めを促しています。つまり近親相姦の問題をはじめ、聖霊に立ち向かう罪である不道徳な性的罪と不正な食べ物の問題とはきちんと区別しなければならないと強調しています。そして6章の前半部には、クリスチャンが異邦人の法廷に提訴することは、このよう御言葉で判断すべき信徒たちがむしろ自分の問題を不信者の判断に委ねることで本当に愚かでしてはならないことだと指摘しています。次に7章では、クリスチャンの結婚観に対するパウロ自身の限界を示しますが、それがキリストの命令とは区別して自分の個人の限界であることを示しています。8章から10章までは、偶像に捧げた食べ物は食べても構わないけれども、信仰の弱い人への気配りが必要であると言っています。また11章では、教会内で女性たちの言動に関する戒めと女性の服装に関しては社会的慣習を進めています。そして聖餐式に臨む時には自分を振り返ってみることが必要であると言っています。つまり11章は公的礼拝の時の無実像を正すために進めている内容です。12章から14章までは、当時の初代教会に現れたさまざまな賜物の多様性と全ての賜物の働きにおいては、教会の実像を立てるのが一番重要であり、それは教会の徳を立てるように進めています。徳に異言と予言について説明しています。最後の15章では、クリスチャンの復活を否定することはキリストの復活を否定することと同じであると言っています。それゆえに全てのクリスチャンの復活を強調します。将来復活するとき、どのような肉体を受けるようになるのかについては、朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着せられると述べています。つまり、復活されたイエス様の体を着せられるという意味であります。それからその復活はイエス様の再臨の時に起こることを強調しています。それでは皆さん、聞くドラマ聖書でコリント人への手紙第1を聞いてみましょう。